亀割バイパスは山形県新城市と船形町を結ぶ国道47号のバイパスである。山形県新城市鳥越付近長尾トンネル亀割の名前は新城市と最上町の境に位置する亀割山に由来し、この山を越える亀割峠は源の義経のあずま下りの古地である。この峠を越える途中で義経の奥方、北の方が急に三景付き、 男の子を出産した。武蔵坊弁慶は赤ん坊の産湯を探して小国川まで降り、なぎなたをついたところを湯が噴出したという。これが、セミ温泉の由来であり、峠には弁慶清水がある。また、生まれた子供は亀割から亀若丸と名付けられたという。ただし、亀割峠がメインルートであったということではなく、宮城県大崎市から、 新城市へ向かう北宇前街道は、現在の山形県道56号、新城船形線を通って、船形塾で宇州街道に合流していた。亀割峠越えの道は、セミ街道と呼ばれていた。国道47号自体も、長らく船形を通り、船形交差点から鳥越交差点までを、国道13号との重複区間としていたが、 重複区間の交通渋滞が状態化し、特に船形交差点の前後区間が動かない状態になっていたため、亀割バイパスを建設することになり、難工事を経て1992年に開通した。由緒ある亀割の名がついているものの、厳密に言えば亀割峠越えの道路ではなく、ほぼ、新城峠越えの振動である。新城峠は、 現在の最上東部広域農道の球場地区内の区間及び山形県道318号、新庄長沢尾花沢線に相当する。ありがとうございます。